んじゃない、現地座った方がいいんじゃない、座った、うん、座れば競争者もするそうですね、確かに、前回浜松でね、9年ぶりの優勝を遂げた渋沢健二君にお話を伺いたいと思います。健ちゃん、9年ぶりの優勝おめでとうございます。はい、すごい、自分ちょうど家で CS 見てたんだけど、はいはい、気合のスタートから気合のさばき、かなり健ちゃんの気合に入れたいいレースだったと思うんですよ。あ、よかったですね、ね、はい、自分の中でも一番ぐらいの一番良かったレースができました。はい、え、あの節はどっかエンジンやってどっかへ、あの良くなったんですか。普通はまあセッティングを結構やって、セッティングで攻めて見つめて良くなった、結構仕上がって、はい、あのレースは思想でも2級だった。あ、2級です。はい、仕上がってますね。はい、レース行く前はどういう気分で臨んだんですか。レース行く前はまあそんな、最近あの結構自分を追い込んじゃうと、はい、失敗したりするので、はいはいはい、まあ、リラックスしてリラックスして抜けた感じ、はい、スタート切って、平塚君が逃げる展開になったけど、はい、あの時の気持ちはどんな感じで追いかけたの。あの時は、まあ、ペースも良かったんで、うん、あの平塚選手は、はいはいはい、まあ、ついていこうと思って、はい、ちょっとタイミングがあったら行ってみようと思って一回仕掛けてね、はい、知ってうまくいったんで4コーナーで切り返して入ったの。あ、そうですね、そうだね、はい、ちゃんと見てました、はい、かっこよかったです。1着でゴールした時の気分はどうでしたか。まあ、なんか優勝しちゃっていいんかなって感じだったんですけどそんな感じだったんだ。いや、いいんですよ、まあ、よかったです、よかった、はい、本当おめでとうございます、はい、それで、今お隣に兄貴分の小田選手がいます。はい、ゆうくん、はい、けんちゃんに一言、はい、お願いします。まあ、あれですね、自分もちょっとミッドナイトのレース行ってて、はい、ちょうどその時間帯渋ちゃんが優勝戦走る時見てたんですけど、はい、もう一人で渋ろーっつって大興奮してましたね。良かったですね、良かったね、みんなにいい刺激を与えてくれて周りを引っ張っててくれてるんで、そうですね、はい、助かります。良かったです、おめでとう。ちなみに渋沢さん、はい、ウィニングランの時に、はい、映像見てたら、はい、少し目頭を押さえるようなシーンが、いや全然泣いてないです、全然泣いてないですよ。結構さ、マスクがよく取れちゃってたよ、ね、取れちゃって、もう気になっちゃってしょうがない。俺インタビューも全部見てますよ。本当よかったと思います。はい、今節、はい、シリーズリーダー、今節のラスボスを、はいはい、ラスボス務めるね、はい、役割になってますね。昨日もね、12レース7号でしたね。申し訳ないですね。かろうじて5着で準決勝戦進んで込んで。すみません。今日も12レース8号車という大役任されてます。もうその昨日の分までしっかり走りたいですね。ね、はい、昨日より演技仕上げてね、はい、準決勝戦ちょっと、はい、突破できるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、そうしましたら、10年ぶりの優勝と今日の、準決勝戦、この後のオートレースにかけて、カメラに向かってメッセージお願いします。そうですね、ギリギリまで整備して、いい状態で臨めるように努力します。応援よろしくします。ありがとうございます。はい、マスクつけ忘れちゃってこれつけ忘れちゃって、頼むよ、ちゃんともうね、頼むよ、宣伝しといてよ、宣伝いいよ、宣伝要員なんだから面白いね、インタビューにチャチャ入れるありがとう、けんちゃん、ありがとうございました。